ちょ、そこいないで。いないで。な。ほんとサングラス似合わないね。今日初めてこうやってちゃんとね、二人で動画を撮ろうと思いまして。何ちゃんと二人で料理作ったことないと思うのよ。小学校の時に母ちゃんと一緒に目玉焼き作って油が跳ねて顔面やけどして、それ以来作ってない。そんなことあったっけ。それで俺油トラウマになってんだから。嘘さっき。ふざけんなよ。親子で親子丼を作りたいと思う。縛りを設けます。あなた右手だけしか使えません。僕左手しか使えません。親子で親子丼ですよ。食材はこれでいいです。あ、ごめんごめんごめん。タコ嫌いだった。じゃあまずご飯をまず温めて。邪魔なんだよ、ずっと背中が入って。ああ、もう背中が入ってんだよ。ちょっとカメラのこと気にして。もう全然見えもういいよ、こっち。あ、こうするから。オッケーオッケー、はいよ。はい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 。あ、危ない危ない。へへへへ。なん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 の。へへへって。1人分でしょ。え、母ちゃん食わないの。食べてよ。は、お寿司屋さん行った。お寿司屋さん行ったの。うん、だし。これか。うん、だし入れて。これ金魚の餌じゃないの。はい。ストップって言って。うん、ストップ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 。ほんのちょっと。バカ。卵何個？卵じゃあ8個。8個なの？じゃあ何個って聞くなよ。左は見てないじゃん。見て見て見て、いくよ。ほら。お、うまい。そういうことよ。てか何寿司食ってんの？吐き出せよ。お寿司は。ここに。回す？違う。お母さんと一緒に回す。お母さんと一緒。ああ、お母さんと一緒で最後子供たちがぐるぐる回るシーンがあるよね。そういうことか。雨が上がったよ、お日様が出てきたよ。あ、やばい。動画回ってるからこんな感じだけど、動画回ってなかったら生ハゲぐらい切れられてるからね。最近の息子はどう？ジジイになったね。俺ジジイになったかな。親子で作った親子丼完成しました。いただきます。うん、旨味の極みですね。母ちゃん出たよ、旨味の極みが。え、旨味の極みっていうのはさ、日本は正しいの？旨味の極みだよ。親子で親子丼作ったんだ。ほら食べてくれ。しょうもない。うまいか。親子丼の方がうまいぞ。まあ、お前ら玉ねぎ入ってるから食えないけど。妹は最近のお兄ちゃんどうだ？美人